こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。クリスマスシーズンを迎えましたので、今年も毎年恒例のフレッシュな枝でクリスマスリースを作りました。クリスマスリースについては昨年の動画でも詳しく説明しています。概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらもぜひお楽しみください。このリースは簡単で、クジャクヒバやヒムロスギにベランダで育つユーカリ、グロブルスや月桂樹を使っています。クジャクヒバやヒムロスギが手に入ると、あとモミの木の、 あのシルバーの針葉樹、よくお花屋さんにも見かけますので、それで、輪っかにして、で、ここにサンキライやヒメリンゴなどを飾ってもいいですし、おリボンをかけてもご自身で好きなデザインで楽しめると思います。で、前回の動画でリースや青森ヒバについてお伝えしたので、今日は、こちらの葉っぱが、ここのバラと一緒に生けているこちらの葉っぱが、月桂樹です。で、この月桂樹はアロマでもハーブでも大変優秀な植物なので、今日はこちらの月桂樹についてお伝えしたいと思います。月桂樹はクスノキ科の植物で、地中海沿岸が原産の常緑の高木で、日本でも育てやすく刈り込みにも耐えますので、庭木、生垣、鉢植えなどでも育てることができます。我が家でもこのベランダで割と大きめの鉢に植えてるんですけれども、常緑樹なので常に収穫できる状態です。フランス語だとローリエ、英名だとローレルと呼ばれます。園芸では月桂樹、あとベイリーフという呼び方もあります。耐陰性があって刈り込みにも耐えるので、庭園や公園などにも広く植えられています。ハーブとして煮込み料理の香り付けなど、さまざまな料理に利用できます。で、私ももうこの、月桂樹は和食でも洋食でも欠かせない大切なハーブなんですが、フレッシュとドライで香りや風味が全く変わってきます。月桂樹の乾燥した葉っぱを使うのがお料理では一般的なんですが、フレッシュで使うのが間違いということではないです。ローリエの場合は乾燥させると苦みがなくなり、マイルドになるとも言われています。なので長時間煮込むようなお料理には乾燥の方が良いとも言われています。まあ、感じ方は様々なので、私はたまにフレッシュのまま入れる場合もありますが、アクが気になるという方もいらっしゃるようです。収穫したローリエをどのように乾燥するかというと、水できれいに洗って水気を取って、風通しの良い場所で乾燥させます。お天気が安定している、湿度が低めの時に作るのがおすすめです。保存は瓶に食用の乾燥剤を入れて密閉容器で保存します。月桂樹はカレー、スープ、ロールキャベツ、ポトフ、肉やお魚をソテーする場合、唐辛子やニンニクなど数時間漬け込んだハーブオイルもおすすめです。またブーケガルニといって、数種類のハーブや香りのする野菜をタコ糸で束ねた香りの玉のことをブーケガルニというんですが、月桂樹はそのブーケガルニも定番的な存在です。またインド料理のカレーによく使われるミックススパイスのガラムマサラにもローリエはよく使われています。で、今回のようにクリスマスリースやスワッグの花材としても利用できます。防腐効果が期待できるので、米びつなどの食品、衣類の虫よけにも使われています。アロマテラピーで用いるローレルもとても優秀で、感染症対策から鎮痛、自律神経調整など様々な効果が期待できます。私もローリエが大好きで、まあ、年中お世話になっているんですけれども、こちらのベランダのユーカリグロブルスとローリエをあしらっているんですが、ユーカリグロブルスにも、酸化物類の18シネオールという成分がたくさん含まれています。お部屋にかけてでも、お玄関にかけておくだけでも邪気払いにもなりますし、空気清浄にもなります。この動画では、人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは素敵なクリスマスシーズンをお迎えください。
ご視聴ありがとうございました。